ちゃん、はい、またがりましたね、はい、買い取ってください。いや買い取れる値段ならいいですけど、ちょっと野球者どうですか、このホイールを白にしたこのペケジエちゃん。そのやっぱ塗ってん時は、はい、なんかやっぱそばでこう細かくやってるんで、はい、刷け目とかも、はいはい、結構気にしてやんないとって思ってたんですけど、はい、もうパッとついたら、はい、全く気になんないですね。いやもうフロントタイヤだけは新品にしましたよ、キクちゃん。本当だ、なんかもうちょっと離れたらもう綺麗な真っ白のいいホイール。そうでしょ、はい、しかしキクちゃん、はい、ここ最近ね、キクちゃんが、はい、全然来ない中、私はね、目まぐるしくカスタムを、ロールスクリーンオープン。今日の作業は、はい、まずいろいろ終わってぶった切りのこの大進化、はいはいはい、もう菊ちゃんがいない間に、はい、ちょ見てください、それサイレンサー。これ何のやつ。あ、それも知らないの、はい、ガリオコ初心者じゃん。これペケジエのやつなんですか。はい、なるほど。もうペケジエの私は大進のぶった切りを買い、どうやって手に入れたんですか。いやもう、いろいろあるんですよ。へえ。そして、はい、サイレンサーも見てください。作ったんですよ、ちゃんと。入ってます、だから。ああ、これね。あ、ほんとだ。はい。はい、おはようございます。今日一日に、ね、2本目の動画でございます。はい。ね、あの、今日何しに来たかと言いますと、はい。ね、ここ、俺が今大切にここに持ってるやつ。はい。こちらは、なんと、大臣の直感。お、大臣はもう何度も聞いてますよ、はい、このマフラーね、ほら、はい、ぶった切りなんですよ。うわ、はい、ぶった切り、はい、だけどこのぶった切りをこのままつけるわけにはいかないんですよ。これ僕のはね、ほら青春仕様、はい、16歳の時のペケジェ、あれには森脇つけてたんだけど、はい、一応僕もいろんなペケジェ乗ってる中で大臣付きのペケジェっていうのもあったんで、はい、ね、それでまあ今回はまあちょっといろんなのミックスしちゃうんですけどね、はい、これは市販で売ってるサイレンサー、今日はここに入れるサイレンサーなんですけど、はい、当然ね合わないわけ。ああ、なるほど、はい、だからいつも通り旋盤でこれを削っていただいて、なるほど、ボルト音で入るように作ってもらおう。うわー、すげー。そしてこれを削り終わったらペケジェつける。うわー、ね、そして石井さんの機嫌が良ければ今すぐやってくれる。それはまた相談してんの。その削ってるところも動画に撮れる。あら、ちょっとね、ぜひ待ってよ、待ってよ、おはようございます。おはようございます。もうね、僕のいつものちょっとお願いできる、はい、大臣ね、ぶった切り、僕みたいなね、カイドウレーサーしかつけるのを許されないこの直感マフラーですけど、さすがに僕もね、フフフフって流すのはやめてくださいね。それをね、ちょっとあのこの市販のまた買ってきたんですよ。はいはいはい、あ、入んないですね。はい、これをもういつもながらシュイーンとやっていただいて入るようにしていただきたい。懐かしいですね。はい、俺がガキの頃これ一番安いマフラーでした。そうなんだ。一番安いのがこれ。これはまあね、買ったことないですから、マフラー。そっか。あの先輩に、俺のところも漏れ枠あるから取り来いよって言われて、はい、あ、本当ですかって言ったら、いきなり5000円取られるとか、ね、そういうのあったよ、はい、でも、店で買ったことない。今やね、もう本当、オールアルミのマフラーなんてないですからね、はい、でもこれ、この時もこれしかなかったなんかよね、そして三世が前がステンレスで、後ろがアルミと三世もあったね。あったあったあった、三世レーシング懐かしいですね。はい、でこれを
俺の青春16歳仕様のペケジェーンですよ。あ、ペケジェーン、はい、はい、話早いっすね。話早い、早いっすね。もう何回も頼んでる。ああ。これからね、石井さんがチャッチャッチャッとやってくれるから、はい、すごい。この前さ、石井さん千番中古で売ってて、はい、めちゃくちゃ欲しくなって買おうかなと思ったけど、使い方わかんないからやめとく。やめとく。こういう風に、こういう感じのだもん。え、大きさはあんまり小型のだとやっぱもう軸がブレちゃってダメです。ああ、そういうことね。このもう緑色の、俺は昔ながらの機械に絶対的信用があるから、こういう色だったから。こういう色？色味？なんとか製作所の機械だ、はい、なんかさ、最近のやっぱ赤とかさ、はい、外国製はね。あー、なるほど。正確、正確。すごいですね。正確。いろんな測るもあるんですか。コンコンコンよ。コンコンコンで。入れちゃいます？入れちゃう。あ、入った。すげえすげえすげえ、めっちゃ入ってる。入ってる。もう入った。ほら、もう入る、入る。もう入ってる。おお。もうこれで完璧だよ。もう入ってる。もう完璧。完璧完璧。もう完璧ですよ。僕はほら抜かないですから。まあまあそう。もう抜くこともない。抜くことはもうないんでね。ぴったりじゃないですか。でも、ぴったり。もうこれで大丈夫。これで大丈夫。もうこれ車検も通るよ、これだったら。おそらく音もちっちゃいと思う。同じ点は通りますよ。こういうもんなんだ。そうそう、すげえ面白い。じゃあまあこれがね、僕の16歳当時仕様の、はい、デキジェンに着くと。はい。うわー、楽しみ。ね。ね。本当楽しみにしゃあない。音がまた楽しみですね。はい。というわけでね、石井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。もう、純正の大臣より静かですから。そんなことはないと思いますよ、はい、この感じ。いや、軽いもんな、やっぱ。はい。だからまず、今日の作業は、大臣をつけ。はい。そして、そこの箱。はい。いろいろあって、これも気になるし、はい、箱、はい、出してください、中身を。あれ、ワイヤーだ。ロングワイヤー、はいはいはい、このペケジェ、はい、このハンドルにしたらワイヤーパンパンなんですよ。あ、これだけでそうなんですか。はい。へえ。だからもしかしたらヨーロッパ仕様だからハンドルが低いんでね、もともとがワイヤーも短いのかもしれないですよ、はいはい、だから一応ロングのね、10センチロングっていうのを買ったんで、はい、それをつける。ちょっと長く。そしてなんと言っても、はい、それですよね。これどうですか、そのピンクの具合。いや、これは言ってましたもんね、ぼかしでっていう、はい、いや、この前加藤さんとこ行ってきたんですよ、はいはい、したら加藤さんがツヤありクリア、はい、ツヤなしクリア、はい、クリア打たないの3パターン用意してくれて、とりあえず俺はそれが一番いいと、はい、これは何ですか、ツヤありの。もう覚えてないです
キキちゃん、キキちゃん覚えてないですよ。ツヤなしクリアが一番良かった気がするんで、多分ツヤなしクリアだと思うんだよな。まあ、そうか、ツヤなしと言ってもまあね、これぐらいのツヤはもちろんあるよ。はい。でこのピンクの具合も一番いいかなと。ケント、はい、ここはどこだか分かるかな。ここはちょっとごめんなさい、分かってないですね僕ね。横浜は坂東橋。横浜、はい、はい、この坂東橋って言えばもうニヤってくするね方もいっぱいいると思いますが、はい、まあ、横浜のねほぼ中心地でございます。そうなんです ね。で今向かってるのが、はい、ペイント屋の加藤さんと、はい、ね、俺の青春仕様のペケジェ、このね被写体が、まあ、どん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 もう佳境に入り、今ピンクからぼかしの塗装に入るわけなんですけど、はい、加藤さんもいろんなカスタムペイントやってんですよ、はい、ね、もうあの普通のペイントから純正カラーから、あのもうレーサーのカラーから、要はあの旧車会と呼ばれる方のペイントから、はい、まあ慎吾くんのザッパーのペイントとか、はい、ね、ああいうのももう加藤さんが全部やってくれてるわけですよ。そうです、はい、ね、それでまあ加藤さんはそんな長いペイントや人生の中でも、はい、ぼかしペイントはやったことがないと。あ、そうなんですね、はい、いやぼかしなんて、はい、あんなん俺なんかの年代のね、はい、金のね暴走族がやる塗装ですから。あ、そうなんですね。プシュ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 、あぼかしかっこいいなみたいな、はい、ね、だからそのぼかし具合がわからないみたいな。あ、だから一回吹いてくれたんですよ、はい、ピンクでこれであの下をね、はい、でもぼかしになってないですよ、綺麗に吹いちゃってる。あー、なるほど。いやだからもっと雑にぼかしてください、ね、難しい注文ですね、あっちからしたら、はい、雑によ雑にって難しい、ね、雑に、ね、だからプロのペイント屋さんだから、はい、その雑にプシューやって他のところにプツプツプツってなってそれ落とすわけよ、はいはいはい、そういうのも別に落とさんでもいいですよと、はい、そしたら、そんなんでお金もらっちゃって大丈夫なんですか。いいんですよと、はい、ね、私はそういううるさいことは言いませんから、はい、いいんです。でももう本当にちょっと、いやそのいい具合がわからないみたいな感じなんで、はい、とりあえず今一回ね加藤さんのとこ行って、はい、こういう感じですよっていうのをやりたい。だから俺も今ほらこれちょっともうもっとぼかしてくださいとか言ってるんで、それが治ってるかどうかわかんないよ。なるほど、はい、だから行ってとりあえず今どういう状態になってるのかわかんない、ピンク一色に直してくれてるかもしれないし、俺が言ったまんまかもしれないしね、はい、本場の目で見て、はい、どう思うか。そうそうそう、これからそれをまあとりあえずね言いに行こう。ルケント、はい、加藤さんついた。お、ほら加藤とさ、本当だね、これ看板だ、いい看板。ちゃんができてるんだよ。お、あ、こちらですね。うわー、やっべえ、これ超かっけえよかった。うわー、すげえ、わ、これ超かっけえ。この塗装のこの質感も最高。あ、そのままでいいですか。いい、ジャラジャラに塗れなかったんですよ、頑張ったんですけど、うん、これもザラザラに塗れっていうプロにそれを頼んでるんですよ。これもう俺の中ではこれでいいよ、うん、こっちツヤあるじゃないですか、ちょっとツヤ消したんですよ。あ、こっちの方がいい。こっちがいいですか、うん、シベックス結構ツヤちょっと消えてたから、あれを目いっぱい出したつもりである。加藤さん、あれは俺めちゃくちゃ出したつもりであれだったんですよ。あ、了解。じゃあ全部こんな感じに仕上げちゃいましょうか。うわー、うわー、こっちはね、もうツヤ消しクリアも塗っちゃってます。ツヤ消しクリア塗ったの。あ、若干こっち寄りで。いや、これマジでこっち寄りないじゃないですか。これマジかっけーありがとうございます。これ CBX とこれで海岸線走ろう。より一緒に属車ミュージアムに近づいて。そう、渋いよ。ありがとうございます。ごめんなさい、ありがとうございます。加藤さんに頼んでよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それで今日は、はい、
ね、このフロントフェンダーだけどっちにしろ穴開けなくちゃいけないんで、はい、穴開けそれを、はい、まあ仮付けまで行って、合わせてね、想像力を高めようかと。いやちょっと あったんだ。はい、見てくださいこれ、マフラー外してるでしょ、ね、進んでるな。進んでるんですよ、菊ちゃんは。今もう週1しか来ないですから。いやいや、来てる方ですよ。まあ、来てるよね。でね、もう今日はできたら、はい、このノーマルウィンカーも俺も大っ嫌いなんで。ああ、まあこれはね、うん、いやマジでこれなんでこんなでけえのっていうぐらいウィンカーでかいじゃないですか。今やもう貴重になってきてる。今は高いらしいです。ものですけど、横にがこういうスタイルで乗るのにはふさわしくない。いや本当ですよ。はい、だから私はね、このちょっともうウィンカーは外し。まあね、しょうがない。はい。そしてもうとりあえず形にもなったら、はい、車検行きます。あ、もうハンドルもこのまま行きますし、はい、そしてこいつは最終的にはロケットカール行きますけど、はい、ロケットカールと車検は関係ないんで。へ、あ、そうなんですか。はい、あくまでも、あの幅はこのハンドルのレバーで取りますから。あ、はいはいはい、はい、だから今日はマフラーをつけ、はい、フロントフェンダーをつけ、ワイヤー周りをつけ、そしてできたらウィンカーまでやりたいんだと。そういう一日エンジンはかけられるんですか。はい、じゃマフラーついたら音も聞けちゃうってことですか。それはすぐよ。すぐ、はい、ね、というわけで、はい、本日も一日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ね、まずワイヤーやって、これワイヤーって言ってもブレーキホースもやらなくちゃいけない。あ、大変なんですね。じゃあ意外と大変でございます。だからまあペディジェなんで、はい、一番簡単ですよ。他のバイクよりは、はい、一番簡単です。それって何ですか、ヤマハが意外と簡単とかってことなんですか、ね、ペディジェが特別。ペディジェに関しては、はい、特別簡単なのがキャブですよね。あ、なんかそのまま取れるとかね、はい、言ってましたもんね。だから私はもうペディジェが大好きです。こんなバイクあんのかなってぐらい簡単なんですよ、はい、簡単ではないですけどね。マジでね、まずね、はい、これチョーク、はい、チョーク、ね、チョークっていうのが、はい、ペケチェ横からこれ丸見えなんですよ。へー、横から丸見え、はい、はいはい、これ分かりやすい。はい、分かりやすいでしょ。はい、だからまずはここのね、はい、ほらもうチュチュチュンとここを入れて、ね、チュチュチュンと、ところに本当にあっという間だこれは。でしょ？はい。これもうペケジェではめちゃくちゃこれ簡単ですから。すご。でしょ？でここに、はい。ほらプラス1本となってる。へえ。だここら辺は経営値と取り付けは似てます。あ、そうなんですね。うわ早い、確かに。なんか細かいとこ手突っ込んでがないんですね。そうなんですよ。これがね、ペケジェちゃんっていうのはすごく楽なバイクなんですよ。でもこういうね、はい、昔友達が乗ってたバイクっていうのは、はい、やっぱりほら自分が乗ってなくても思い出がね。そうですね、ありますね、実際にあるからな。で俺らの地元本当 XJ のことは、うん、J って呼んでたんですよね、みんな。 J って呼んでた、はい、あ、俺なんかのところペケジェとか、はい、J とか呼んでた、はい、意外と多分この動画の中でもあれですけど、うん、みんなが言うから俺ペケジェって言ってますけど、はいはい、本当は違う、はい、ずっとジェイって呼んでて、うん、で言う時俺 XJ ってよく言ってると思うんですけど、そうです、ね、はい、ペケジェが実は一番新しく入ってきた、あ、そうだ、言葉なんですよ。そう呼ばれてるのは知ってましたけど、うん、俺らの世代はみんなジェイって呼んでたんだよな。菊ちゃんね、はい、やっぱり俺一つ分かったんですよ、はい、やっぱりこれヨーロッパ仕様は、はい、ワイヤー短いです。あ、そもそもがちゃんとじゃあハンドルに合わせてるんですね。はい、これ今、はい、ロングワイヤーつけたじゃん、はい、10センチロングなのに、はい、めっちゃ長いですよ。あ、そうなんだ。いや、俺もなんでこんな短いのかなと思ったけど、ハンドルが短いからかなと思った。へぇ、まあ、によるよ ね、 ね。だから CDX1000 も、はい、アメリカ仕様は、はい、こんな長いですよ。へぇ、もともと、あ、ほら、はいはい、これ CBX1000、 ヨーロッパ仕様は短いんですよ、はい、あ、そうなんですか。 CBX の純正、この純正ぐらい短い。へえ、こういうね。それでステップもバックステップなんですよ、はい、ペケジェもヨーロッパ仕様はバックステップです、はい、あ、そうなんですか。はい、だから坂君のは、はい、
ヨーロッパ仕様なんで、はい、バックステップだったんですけど、はい、属車1のペケジ、あれ国内もんじゃないですか、はい、あのステップ取って入れ替え、取り替えてるんですね、あれこんぐらい違います。へえ、これについてたハンドル自体は意外と高いハンドルだった、はいはい、だからここら辺は分かんないんだよな。でもステップは、はい、これ見てください、はい、これよくあるこれバックステップこういう風になってるじゃん。おお、はいはい、ね、はい、アメリカ仕様とか国内仕様、ここら辺にステップがあって、はいはいはい、どっちからこういう風に出てるんですよ。はいはいはい、なるほど、はい、じゃあやっぱりなんかヨーロッパの人のがレーシー好み、レーシーだと、ーはーはー、これはそうなんだ。そうだから、まあちょっとね、はい、このハンドルに限っては、はい、ちょっとわかんないですよ、はい、もう FX なんかも、はい、ハンドル変わっちゃってるのしか出てこない、ね、ーはい、だけどまあほらステップに関しては変えようがないじゃん。はい、そうなんだ。じゃあ海外仕様だって言ってもヨーロッパとアメリカじゃ当然形もじゃ変わってきちゃってるんですね。違う、あんまりそんな気にしたことなかったな、そんな。はい、僕はそういうの全部知ってます。まあでもいろいろこれはいじってなきゃわからないことですもんね。こうやってね組むときに、はい、こういうワイヤーとかにこういうのを最初にやっとくと楽だと、はい、ああいいですね、ほんとワイヤーにはね。これね新品だからって、はい、やっぱこの注入するとしないとじゃ全然違います、はい、本当ですよね。持ちもね変わってきますしね。マジでクラッチとかアクセルのワイヤーにこうグリスとかやったことない人一回やった方がいいですよね。一番わかりやすい、結構な劇的な変わり方しますよね。これなんですよね、この道具。これ本当便利なんだよな、ワイヤーインジェクターね。マジでこれ買いたいな俺。えこれ、はい、これあるよ。そんなに高いものではないってことですか、うん、まあでもいろんな落としてる。あ、ほら、落としてきてるでしょ。ほら、ああ、だいぶ落としてきてる。ね、はい。もう平気ですよ。はい。これをやるかやらないかで本当に変わりますから。違う。いや、これちょっとワイヤー長いな。ね、逆に長くなった感じですね、やっぱね。まあでもギリギリ、ギリギリじゃね、ちょっと突っ張っちゃいますからね。そうそう、突っ張らかっちゃうからさ。あ、出た、江口洋介。そう、突っ張らかっちゃそういうことです。できないし、俺たちはやらないの、はい、できないし、できないんですよ。できないからやらない、はい、というわけで、はい、アクセルワイヤー、チョーク、はい、クラッチと今そうです。3本でもあっという間でしたね。こっからですよ、ブレーキとかをほらもうオイル抜いたり、そうか、そっちがね大変ですか、はい、ちょっとじゃあブレーキ作業ですね、はい、ちょっと一回止めておきます、はい、あー、いいです ね、 そのなんか派手じゃないように、そうそうそう、あえてね、はい、ピタッ、おぴったりなんですよ。いいですね、はい、ちくちゃん、はい、俺もう気絶しそう。最高ですか、はい、うわー、ちょっとどうなんだろうな。いやー、はい